明美、怒ってるか？いらっしゃい。大丈夫だ。おい、本当か？大丈夫だった。どうやら噂は本当らしい。放っておくと士気が乱れるな。ん？明美、俺たちの仲間に間違いないのか？大観所の近くで見たとき。明美の後ろの絵がちょっとエロいな。お役人と話しているのを見たもの。それに関してですが、剣崎という役人が新入りたちに目をつけたぶらかしているという噂を聞いています。そういうことか。始末するなら早い方がいいな。始末するんだ。ちょうどいい。あんたに一つ仕事を頼みたい。はい。仕事とは天柱だ。大官所の役人天柱剣崎を切ってほしい。いいように言うな。いいだろう。では小暮と行ってきてくれ。剣崎は腕の立つ男だ。くれぐれも油断するなよ。はい。強いんだ。剣崎ね、どんなやつだ？トランクス侍。さすがに違和感あるな。ああ、本当に上位老師がいる。上位獅子。情報は本当だった。行くぞ、ここは任してくれ。え、どうする？行くぞ、一緒に行こうぜ。小暮兄さん。貴様は小暮。小暮さん。失せろ、二度と面を出すな。ああ、これで新入りたちいなくなる。大官所同心としての狼藉か。ほうけるな。関係ないな。よし、やるか。2対1。そんな強いの？あんまり強くないけど。あ、新しい技今どうやって出したの？そのクルリンって、あれ倒しちゃった倒しちゃったな。このクルリン技どうやって出したんだ？奥義の書。二人で当たることもなかったか。うん、弱かったね。帰るぞ。はい。なんかあっという間だったな。ご苦労。あんたへの報酬だ。これでいくら？これからもよろしく頼む。500文か。まあまあそんなもんだな。いやでも上位老師結構金回りいいな。夕刻また神社に来てくれ。はい。あけみ、怒ってるか？あ、よかった、怒ってない。よかったよかった。開国派の者が、はい、異国の言葉を教える語学書を解説しようとしている。語学書？異国の言葉を。日本に異文化を浸透せしめんとする異人どもの策略だ。なるほど。モロはその尻馬に乗り侵略の手助けをしている。許せん。ああ、俺たちは語学書の解説を何としてでも阻止しなくてはならない。はい。今日英国人講師が上陸する。俺たちはそこを一気に襲う。おう、うん、いいところに来た。話は聞いたろ。はい。あんたも手を貸してくれない？いいよ。まあでもね、語学上潰さなくてもありがたい。ここまで手だれが加われば助かる。英語浸透してないよ。敵の警備も厳しい。現代でも心してかかれ。おう。今だ、かかれ。結構いたよな敵。上位だ。上位。本女とそういう言い方。ガラス屋にも困ったもんだ。上位ってな、人の名前みたいだな。え、何、こいつは全員倒せばいいの？なんだ。あ、おお、おとぶき。おとぶき。やめなさい。
音吹き強いんだから。はい。なんか冗談使いづらいな。はいはい。あのちょんちょんみたいなのがないからな、簡単にはくたばらないぜ。退却する。おっ、音吹き逃げた。次は同心。なんだその攻撃。あ、そういや強攻撃みたいなのあったな。あー、ちょっと隙がでかい。痛い痛い痛い。おにぎり、ちょっと刀拾っとこう。銃やめろ。もろもろさんもここで殺せんのか。なんか巻き添えで普通に味方の上位ししきった気がする。おお、なんだなんだ、体術の達人か、もろは。はい、痛い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 。なんだよそれ。なあ、やばい、死ぬなこれ。待って、回復待ち。よし、オッケー。うん。あれ。変なとこを攻撃するな。もろ硬いな。なんでそれ、やばいな。おにぎり食べよう。おにぎり食べて回復。あれ、もろも回復してるな。なんだよそれ。一気に変えたらダメか。一気に行く技がつま切り。道場の顔汚いな。避けすぎ避けすぎ。よし。英会話の勉強でちょっと剣の稽古がおろそかになっていたようだ。はい、やっぱこれが便利だな。こんな野蛮な国で教えるなんてできません。帰るか。私帰らせてもらいます。これ成功かな。逃げ足の早いやつだ。講師がいなくては語学場は開けない。よしとしよう。オッケー、引け。アイテム拾いたいな。あー、引いちゃった。今日はご苦労だった。講師は尻尾を巻いて逃げ帰った。これで語学場の開設も見送られるだろう。乾杯。はい、乾杯。今日は活躍してくれたな。たっぷりと礼をさせてもらうぞ。 お金ください。これからもよろしく頼む。いくら？3000。でかいな。金持ちだな。また神社に来てくれ。はい。いくら飲んでも酒に酔わん。そんな体質。すごいな。確かにそんな体質だな。飲む必要がないな。はい、夜になって洞窟戻ってきた。今夜はもう仕事はないが。仕事ないんだ。一緒に酒でも飲むか。はい。問答無用で飲む。赤木さん、大変です。事件。さっき港へ行ってみたら、偉人どもが賭博場を立て直し始めました。あいつら。お、カジノか。舐められたものだ。何度立て直そうと叩き潰してやるさ。仕事ができた。やってくれるか。はい、いいよ。よし。ケトーどもに、ここが。何が起きた？俺たちは偉人の賭博場を襲って破壊したのだが。
奴らまた立て直そうとしているらしい。はいはいはい。賭博では多くの日本人が身を滅ぼしている。うん、確かに。アヘンに来る奴もいる。アヘンも売ってるんだ。悪の巣窟、何としても叩き潰さねばならん。そうだね。ケトウどもに。休養を思い出したらまずいよな、選んだら。説明してくれ、小暮。赤木に聞け。確かに。ケトウ。小暮は喋んないからな。焼き打ちだ、打ち壊した。酔っているのか。酔ってまーす。ケトウどもに、ここが日本であることを思い知らせてやる。小暮は意外と、ちゃんと相手してくれるな。あれ、小暮酔わないんじゃなかった。今度こそ容赦はしねえ。はい。作ってるね。ああ、早速おいでなすったね。はい。あいにくだが、君たちの相手をしている暇はない。何度立て直しても無駄だ。何度も立て直してんの。君たちだって花札やサイコロなどを楽しんでいるじゃないか。賭博も文化だ。確かにね。カジノで遊んで西洋を理解しないか。あれ、切れる。君、怒られた。焦りすぎじゃないか。怒られたな。わあ、いい。相手になろう。おう、相手になってくれる。海兵隊、さらば。銃がな。銃持ちだな。お、くるくる、くるくるドン、くるくるドン。なんだそれ。素手のやつの方が強いんだけど、硬いよな。なんだそれ、体力多いな。やはり素手だけあって体力高め設定なのか。素手だからって攻撃力低いってわけでもないんだよな。はい。何、どうした、なんか落とさない。黒船移動、移動しちゃダメでしょ。また君か。 JJ とも戦わなきゃいけないのか。小暮が全然戦ってないんだけど、アボるな。痛い。なんだそれ、食らいすぎだよ。横色。おにぎり食べたいな。食べるか。丸食いを習得。回復させて。用心棒回復しないよな。よし、くるくるドーン。なんか落ちてる。チョコレート、チョコレート落ちなかった。あったあったあった。さすが偉人さん、チョコレート持ってるね。はい。これなんかこの辺で巻き添えにして倒せないかな、海兵隊。この同じ攻撃だけしてればいい感じね。痛い、油断した。痛いって、強いって。くるくる刺して。そうか、素手はリーチがないからそんな恐れることないのか。痛い、海兵隊弱い。はい、将来戦を習得。JJ 倒さないと終わんないかな、これ、もしかして。
長いな、試合が長い。ジェジェどこにいんの。いた。いた。ジェジェいた。痛いって。強いんだよ。用心棒。地味に。まあ、ジェジェはあの、ゲージ使って倒すからいいよ。こいつらでゲージ貯めて。地味に JJ に巻き添え。よし、行くぞ。まだ耐えられるかな。顔が怖い、堂島。いけるか。いける？よし、倒した。やってくれるね。こうなったらとことんと言いたいところだが、さすがの僕も命は惜しい。なあ、殺せないか。退散するよ。デカメロンは殺せたんだけどな。さすがに諦めたようだな。そう願いたいものだ。よし、俺たちも帰るとするか。帰るか。ご苦労。あんたに頼んでよかった。体がテカテカしてるな。俺からの感謝の気持ちだ。受け取ってくれ。はい。1500。まあまあかな。頼りにしてるぞ。明日もまたここに来てくれ。はい。ジョイロンなど俺には分からん。なんだ。どうでもいい。ジョイとかどうでもいいタイプだった。はいはいはい。このイベントか。こっちじゃない。これは三姉妹のお父さんが来るやつだな。五大老がお出ましになる。まあ、早送りでおさらいだな。あの残酷姫君三姉妹の父親と。五大老様のおなわり。はい。で、マロー組が来て、鬼怒川温泉登場。ご苦労様です。 L1 アクション。おい、何の真似だ。あ、五大老様の。これは月あり。なんて大胆なやつ。これやったらどうなる。五大老様に指一本触れさせてはならん。撃て。戦いになる。あー、戦いになるな。マロー組と戦いになるな。逃げよ。さらばだ。用事を思い出した。はい。逃げちゃう。どうなるんだこれ。剣術大会どうなるんだこれ。中止。戻ってみる。あ、静かになってる。どうなるこれ。大丈夫。はい、神社に来ました。やつは危険だ。やつ手を打つなら早い方がいい。誰だろう。ああ、鬼怒川温泉かな。そのつもりだ。結局剣術大会は開くことになったのかな。想像し、何事だ。マリン組とコトブキたちが獅子狩りを始めました。あら、あ、そっか。手を打たれたか。すでに大勢の仲間が問答無用で切り殺されております。戦いは望むところ。鬼怒川に教えてやる。今日ただいまから網浜の地は戦場となる。はい。あんたも来てくれ。はい。言うまでもない。今はその時ではない。残念。帰って洗濯しないと。
服はトランクスしかないだろう。言うまでもない。血に飢えた幕府の犬どもこそ成敗されなければならない。行くぞ。はーい。はーい、じゃ気が抜けるな。おおとか言うんだろうな。あ、切り殺されてる。お前らの死は無駄にはしない。待っていたぞ、赤城。三姉妹もいるね。それは俺のセリフだ。血は血で贖わせてもらう。赤城よ、目を覚ませ。三姉妹も武器持ってる。お前たちのしていることは日本のためにも何にもない。まがまがしい武器持ってるな。無意味なことだとわからないのか。意味があるかないかはお前が決めるんじゃねえ、時代が決めるのさ。俺たちはただ信じる道を行く。美しき日本を守るため、うん、この身を捧げる。思春期って感じだな。行くぞ赤城。はい。え、俺がことぶき担当、ことぶき担当です。あ、なんか味方同士で攻撃し合ってない。あ、でも倒せそうだな。くるくるドーンを覚えた俺は。ことぶきの、ことぶきももはや敵ではない。これまでか。一旦引くぞ。うん、大したことなかったな。三姉妹とちょっと戦いたいな。うっす。違う違う違う、そっちじゃない。ゆり、ゆりさん、ゆりさん、こっち向いて。ゆりさん相手してくんない。ゆりさんしかとなんだけど、俺のこと。あ、そいつを倒してからか。違う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 、ゆりさん、ゆりさん、マリン組はいいんだよ。マリン組はあんま強くないな。刀拾っとくか。マユさん、お、ユリさん、今日は体調が優れませんもん。マユさんか。なんだいなんだい、朝は絶好調と言ってたのに。あれ、みんな帰んの。待って、お姉さま。あ、帰っちゃった。大したことなかったな。俺はどれだけ血を流せば済むのだろうか。なんだ、自分に酔ってる感じだな。しくしょう、しくしょう。泣くな。泣きたければ心で泣け。戦いは続く。まだまだこれからだ。はい、あんたもよくやってくれた。ちょっとこいつは報酬だ。悲壮感が漂ってきたな、上位獅子川に。1500も。おぐれ、亡くなった者のことを嘆いていても始まらんからな。冷たいな。こういう時ぐらい泣いてもいいと思うんだけど。戦いに終わりはない。うさばらしに夕刻明美の店に行く。はい。居酒屋行けばいいんだな。